米国のトランプ大統領は26日、北朝鮮が朝鮮戦争で戦死した米兵の遺骨55柱を送還したことと関連し、感謝を示した。トランプ大統領はこの日、自身のツイッターに、米兵の遺骨はまもなく北朝鮮を離れ、米国兵へ,へ向かうとし、長い歳月が過ぎ、 多くの家族にとって素晴らしい瞬間になるだろうと綴った。続けて、金正恩に感謝すると付け加えた。一方、米国はカラス山基地で遺骨確認手続きを踏んだ後、来月1日に公式遺骨相関行事を開催する予定だ。